思い出の積みプラレビュー集。新世紀エヴァンゲリオン。リミテッドモデル。エヴァンゲリオン初号機。リミテッドモデルとは、土地狂ったバンダイさんが、間違ってもバカ売れするはずがないと思われるキャラクター。エヴァンゲリオンやエスカフローネなどの当時のアニメ作品や、ガンダムウィングのリオンやトーラスカスタム、ガンダム X のジェニスやドートレスとかをあえて、そう、あえて商品化したシリーズだったんだい。きっと内容の簡略化などで、プラモデルの開発費を低く抑えることに成功してるんですわ。キット自体の値段は、だいたい1000円くらいのもんですよ。パーツ分割が大きく、プラが無垢で分厚いんで重いし加工はすんげー大変。バリ、引け、パーツの変形は当たり前。当然上級者向けのキットなんだけど、こんなマイナーなラインナップのキットを作ってるモデラーなら、当然瓦礫も作ってるんでもう満体なのだ。新世紀エヴァンゲリオンとは、1995年から26話が放送されたロボットアニメである。ガイナックス、庵野秀明監督の名を不動のものにした国民的アニメ作品なのですよ。ナディア、何それ、食わず嫌い王の話じゃないからね。2015年はまさにエヴァンゲリオンの年でごわす。今年のために親に仕込まれた、14歳のシンジ君やレイちゃんやアスカちゃんが日本中にどんだけいることだろうね。何かが起こりそうなワクワク感が半端ない今日この頃なのでごわす。そういや、ラージェフォンやバックトゥーザフューチャー2も今年だったよね。1990年代を代表する作品であるだけでなく、ヤマト世代、ガンダム世代に続くエヴァンゲリオン世代として記憶に残った作品でもあるのですよ。アニメ世代論なんて、今でもあるのかなんて知らねえけれど、エヴァ以降、国民的に知名度が高く、商業的にも成功した作品なんてとんと登場してないもんで、ある意味、ずーっとエヴァンゲリオン世代が続いてるようなもんなのですよ。ほんとにね。小説やらコミックが原作のアニメはちょっと意味合いが違うのさ。とはいえ、最初から順風満帆だったわけではなかったんだよね。企画段階での評価は、こんなクソアニメは決して売れねえ。だったわけで、一応ロボットアニメにもかかわらず、おもちゃメーカーのスポンサーがつかなかったのですよ。参ったねえ。てなわけで、セガがゲーム課金とおもちゃのライセンスをゲット、アニメ本放送のスポンサーには、角川書店とセガの2社がついたわけですよ。エヴァのゲームはセガサターン、スパロボ初登場がセガサターンのスーパーロボット対戦 F だったのはこういう理由なのですよ。そんなこんなでようやく本放送が始まったんだけど、視聴率はあんまり良くなかったのでありんす。でもねえ、本放送終了後あたりから人気が出始めちゃって、深夜の再放送で人気爆発、ようやくブームが到来したのだー。以後、エヴァにあやかって深夜にアニメを放送するケースが多くなっていったのですぜ。ストーリーは知らねえやつなんていねえと思うんで、要約しちゃうと、イカリさんとこのシンジちゃんがエヴァンゲリオンに乗り込んで、毎回登場する怪獣や宇宙人と戦うってお話だったんだけど、本当の敵は所詮人間だったってオチだったのさ。めでたしめでたし。キットの値段は1000円ぽっきり。1996年に発売されたキットだよ。こんなアニメがヒットするわけねえ。なんて読みが外れちゃって、せっかくの大ヒットロボットアニメなのに版権を持ってなかったバンダイさん。仕方なくセガからセカンドライセンスを取得して販売されたのがこのキットなのですよ。まあ、カードダスとか他の商品もご同様だけどねえ。発泡剤を含ませたプラスチックでできてるんで、すんげえ家庭紙加工も大変なんだけど、空前のエヴァンゲリオンブームの最中、飛ぶように売れた商品なのですよ。いやいやちゃうわ。模型店の店主の話では、少なくとも安心して仕入れできる商品だったんだとさ。売れ行きに気を良くしたバンダイさんは、リミテッドモデルハイグレードシリーズなんて、上位モデルを企画したりもしたもんなのさ。当時、エヴァのご身体が高価なガレージキットしかなかったような時代にだよ。いくらしょぼい出来とは言っても、値段が手頃だったら買うっきゃないじゃん。そうだよね。改造前提の素材と思えば、なかなかどうして味のあるキットだったのですよ。シリーズ化されたのもマニアには好印象だったのだ。次回のキットは、これだ。